象に乗って戦ったベトナムの英雄姉妹。皆さん、こんにちは。ベトナムの歴史に興味を持ったことはありますか？もしかしたら、象に乗って戦った伝説の姉妹について聞いたことがあるかもしれません。彼女たちは、2000年前に起きた驚くべき反乱を率いた英雄です。今日はその姉妹、長姉妹の物語に迫ってみましょう。1、長姉妹の背景とベトナムの歴史的文脈。ベトナムの歴史において、長姉妹の反乱は中国支配に対する初期の抵抗運動として非常に重要です。紀元前111年から939年までの約1000年もの間、ベトナムは中国の支配下にありました。この時期、特に後漢王朝の支配下では、ベトナム北部は中国の地方行政区画に組み込まれ、政治的、経済的に管理されていました。この支配体制の中で、ベトナム人は中国による重税や厳格な統治に対する不満を次第に募らせていきました。特に地方の有力者や農民たちは、新たに課された税負担に耐えきれず、反乱の機運が高まっていきました。こうした時代背景の中、チュンチャクとチュンニの姉妹が登場します。彼女たちは、現在のベトナム北部に位置する孔子軍の有力者の娘として生まれました。ベトナムは古くから母系社会の伝統を持ち、女性が家族や地域社会のリーダーとして重要な役割を果たしてきました。この文化的背景が、長姉妹が後漢に対する反乱の指導者として立ち上がる要因となった可能性が高いです。2、長姉妹の反乱、自由への戦い。紀元40年、ベトナム北部の孔子軍で長姉妹の反乱が勃発しました。この反乱は、中国の後漢王朝による新税導入が引き金となりました。この新税は、すでに厳しい生活を強いられていた農民や地方の有力者にとって、さらなる負担となり、彼らの間で強い不満と反発を引き起こしました。チュンチャクとチュンニの姉妹は、この不満を受けて立ち上がり、反乱を指導することを決意しました。長姉妹は、地元の農民や有力者から広く支持を得ることに成功し、その影響力は黄河流域の65以上の町や地区に広がりました。彼女たちは、象に乗って進軍するという独特の戦術を持ち、孔子軍の首都へ向けて進撃しました。象はアジアにおける戦闘で古くから重要な役割を果たしてきた動物であり、その巨大で威圧的な存在は敵にとって大きな脅威となりました。また、長姉妹が象に乗って戦う姿は、ベトナムの独立と自由を象徴するものとして、ベトナム人の心に深く刻まれました。彼女たちの進軍は、ベトナム北部全域で支持を集め、後漢の支配に対する広範な反乱へと発展しました。長姉妹の行動は、単なる税への抵抗ではなく、長年の中国支配からの脱却を目指す壮大な闘争としての意味を持ちました。3、後漢の対応と反乱の終焉。長姉妹による反乱は、ベトナムの歴史において象徴的な抵抗運動として知られていますが、後漢の洪武帝もこの事態に迅速に対応しました。紀元43年、洪武帝は経験豊富な将軍である馬遠を指揮官に任命し、1万人以上の大軍を南下させました。馬遠は、反乱を速やかに鎮圧するために慎重な戦略を練り、長姉妹が指揮するベトナム軍と対峙しました。馬遠は、その軍事的な手腕を発揮し、数に勝る兵力と優れた戦術で反乱軍を圧倒しました。長姉妹の軍は勇敢に戦ったものの、圧倒的な兵力差と戦略的な劣勢により、ついに敗北を喫しました。この敗北により、長姉妹の反乱は終焉を迎え、ベトナム北部の地は再び後漢の支配下に戻ることとなりました。長姉妹の最後については、伝説と史実が交錯しています。彼女たちは、捕虜となる屈辱を避けるために自ら命を絶ったとも、あるいは馬遠に捕らえられて処刑されたとも言われています。いずれにせよ、彼女たちの死は、ベトナムの抵抗運動の終焉を意味しました。4、長姉妹の伝説とベトナム文化への影響。長姉妹は、ベトナムの歴史と文化において非常に重要な民族的英雄として知られています。彼女たちの反乱は、短期間で終焉を迎えたものの、その影響はベトナム人の心に深く刻まれ、今日に至るまでその精神は生き続けています。ベトナム国内外において、長姉妹は独立と自由の象徴として崇められ、彼女たちを称える祭りや寺院が多く存在します。毎年、彼女たちを称える行事が行われ、その勇敢さとリーダーシップが広く知られています。長姉妹の物語は、ベトナムの建国神話とも密接に結びついています。ベトナムの民族の起源を語る伝説、特にラクロン・クアンとアウコーの物語は、ベトナムのアイデンティティを形成する上で重要な役割を果たしています。ラクロン・クアンは南の海を治める強力な王であり、アウコーは山の先祖として知られています。彼らの子供たちがベトナムの初期王朝を築いたとされており、長姉妹もこの神話的な血統に連なる存在として位置づけられています。このように、長姉妹の物語は単なる歴史的事実を超え、
ベトナムの民族的アイデンティティと結びついた重要な伝説となっています。彼女たちが象徴するものは外国の支配に対する抵抗の精神であり、ベトナム人にとっての誇りと勇気の象徴です。どこまでが史実であり、どこからが伝説や神話であるかは不明瞭ですが、それが彼女たちの物語の魅力と影響力を一層高めています。5. チョウ姉妹の遺産と現代の意義。チョウ姉妹はベトナムの歴史と文化において不朽の象徴となっており、彼女たちの遺産は現代においても非常に大きな意義を持っています。ベトナム各地ではチョウ姉妹を称える祭りや行事が毎年開催され、その勇気と独立への強い志が後世に引き継がれています。これらの祭りは単なる歴史の再現にとどまらず、ベトナムの民族的アイデンティティを強化し、国民に誇りと団結をもたらす重要な文化的イベントとなっています。ベトナム社会は古くから母系社会の伝統を持ち、女性が重要な役割を果たしてきました。チョウ姉妹の存在は特にこの母系社会における女性のリーダーシップの象徴として強調され、今日のベトナムにおいてもその影響力は健在です。チョウ姉妹が象に乗って戦場に立ったという物語は、女性が困難に立ち向かい社会の変革を導く力を持っていることを示す象徴的なエピソードであり、多くのベトナム人女性にとってインスピレーションの源となっています。現代においてもチョウ姉妹の物語はベトナム国内外で語り継がれ続けています。彼女たちの反乱は単なる歴史的な事件ではなく、ベトナム人の心に深く根付いた独立と自由への渇望を象徴しています。教育や文化活動を通じてチョウ姉妹の遺産は次世代にも伝えられ、その意義はますます強調されています。特にベトナムが近代化を進める中で、チョウ姉妹の精神は国の発展に向けた道しるべとして機能しています。まとめ。今日お話ししたチョウ姉妹の物語はベトナムの歴史と文化を理解する上で欠かせないものです。彼女たちの反乱はただの出来事ではなく、2000年経った今もなおベトナム人に希望と誇りを与え続けています。この物語が皆さんにとっても新たな視点や興味を提供できたなら幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が面白いと思ったら、ぜひいいねやチャンネル登録をお願いします。またコメントで感想や質問もお待ちしています。それでは次の動画でお会いしましょう。